皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ゆっくりヨウムだにゃん。サバロックチャンネルへようこそ。今回は地球防衛軍6で、男将位を救いたいです。霊夢が疲れてるにゃん。無事に装置は使えてるか？ああ、うん。装置は壊れてくれないわね。ないだって？いや、何度でも繰り返せてるわよ。そうか、無事に助けれそうか。あ、うん？視聴者様が助けてくれるからね。過去に戻るのはむしろ楽しかったんだけど。なんだ？他に何か問題があったのかにゃん？過去に戻るにあたって、少しでも武器を強化した方がいいかなって、稼ぎを教えてもらったんだけど。うぷ主がね。うぷ主がどうしたにゃん？すぐに飽き上がるのよ。は？あ、怒った。が、頑張りましたよ。確かに、上からの爆発に弱いんですよね。で、視聴者様に言われたから、頑張って当たらない方法を探してたけど。当たらない方法を見つけた途端に、じっとしてるだけで飽きたなとか。平面と坂に置けば上も防げますね。斜めにして被せてるのか。全然強化されないしもういいんじゃね？とか言ってまともに強化してないじゃないよ。あ、泣かせたにょん。なーにー。やっちまった。視聴者様はしっかり強化してきてくれたのに、うちのサバだけがこの手いたらくで顔向けできなかったのよ。未強化のまま助けようとしてたと。強化できれば男将位の生存率も上がるのに。一人だとレーダーが簡単なので、ダイバーの武器が出にくいんですよね。確かに、一回に一個とか二個ぐらいしか入手できないけど、オフですら助けれなかったんだから強化するしかないじゃない。すでにチャレンジしてたんだ。インフェルノだけ火力不足でしたね。無理だと分かってても何度もチャレンジしてたくせに。いざ稼ぎになると3回ぐらいで出ないなとか言ってまた過去に戻って失敗を繰り返す。さすがに私も疲れちゃうわよ。お疲れ様。男将位をもてあそんだ報いじゃねえか。あれは助かるためであって、もてあそんだわけじゃ。ダンチャーアーク。今、とか言って、危機としてやってたように見えたんだがね。あれはほら、危険を知らせるためであって。楽しそうだったにゃん。あ、終わったみたいだけどライジンアルファの強化できたのかしら？なさそうですね。そっか。じゃあ、戻る準備しとくね。いえ、さっき強化できたので。え？そうだっけ？なんだ、強化できてたのかよ。霊夢が見落としてただけかにゃん。ちゃんと見てたんだけどな。とりあえず、試したいので視聴者様の到着を待ってチャレンジしてきます。やっとこのループから解放される日が来たかも。男将位が救われる日が来るのか。ひょっとして。はい、これが男将位の未来を守った戦いですね。守れたんだね。正確には視聴者様が守ってくれたって感じだけどね。どうであれ男将位が無事なら、私としては何でもいいぜ。強化しただけあって飛行回数も4回と少なく済みました。今回のうぷ主の装備はビッグバンコアにライジンアルファ。前回と違うのは、エンリル 3way に持ち替え、小型の足止め用にグレープニールアルファにしてます。殲滅スピード重視です。とにかく船を早く落として、転送を止めるのが大事だからね。ミラージュだとダメージも分散されるので変えてみました。なるほどな。役割も前回と同じみたいだね。うぷ主は放題だな。まあ、これが一番簡単っぽいしね。少佐が殲滅でクレストさんが護衛と補助か。私がテンペスト打つと男将位が。護衛野郎にも守れなさそうだしね。なるほど。それに、皆さんしっかりと強化してくださってるみたいだし。まあ、うぷ主の役割は船を落とすことだろ。ちゃんと落とせてるみたいだし、いいんじゃねえか。役割は果たしてるにゃん。でも、さっきからライジンアルファのダメージ見てても、前回と変わってないのよね。小型の殲滅用に、エンリルかグレープニールが強化されてるんじゃないのか？ああ、そっちはあんまり見てなかったかも。ってことは、ちゃんと強化して救出作戦に臨んだことになるね。そういうことだな。それならそうと、私に教えておいてほしかったわ。エンリルもグレープニールも強化されてませんよ。え？強化されたのはビッグバンコアです。武器の威力とかは変わってないんだ。星の一つも上がりませんでした。もちろん、威力もそうですがエネルギー消費が抑えれれば、殲滅力は格段に上がるので、ライジンアルファを最大強化したかったのですが、全くもって強化できず。レーダーの武器は星がついたりしたけどね。ダイバーでも稼げるところを教えてもらってはいたんですが、私の腕前じゃインフェルノは安定しなくて。それで、安全に稼げる方法をやっていたが、じっとしてるだけで飽きちゃってたのか。ほとんど地面向いてるだけですからね。
アーマーが増えたしワンチャンいけるかなって思ってたら、ビッグバンコアが強化され、最大エネルギー量を見た時にこれなら殲滅力も大幅アップと感じましたので。エネルギー総量が上がると、殲滅力が上がる？電流を打てる量が上がったってことか？あ、そういうことか。どういうこと？ビッグバンコアの総エネルギー量が増えたことで、ライジンアルファが打ちやすくなったんですよ。打ちやすくなった？強化前はフルチャージ1回分のエネルギーじゃ、ライジンアルファの最大威力を出せなくて、緊急チャージ後にさらにエネルギーが必要だったのよ。それが？確実にフルチャージ1回で一発撃てるので、実質的に殲滅力が上がってることになるわね。チャージが短縮されたことで、船を落としやすくなってるってことか。前回も一発で落とせてたから、威力より効率でなんとかなると。そうですね。もともと威力は高いので今さら少し上がったところで。なるほどな。ほとんど敵も殲滅できてるし、かなり違いがあるのがわかるにゃん。ああ、なんだ？多分だけど、ウプ主の殲滅力が上がってるのも多少は関係してるんだろうけど、ここまで殲滅できてるのは視聴者様のおかげっぽいのよね。なんで？少佐の武器は、ほぼ星がついてるみたいで、ロボス一発の威力がかなり上がってるみたいだし、テンペストに関しては最大威力っておっしゃってたわ。ウプ主と違ってしっかりと準備してくれてたのか。バルガも一緒に壊れるんじゃ？とも思ったのですが、バルガに当たらない距離を狙って着弾させてくれてたようですし、しっかりと狙えるように護衛のクレストさんも、多重ロックオンでこの殲滅を優先してくれてましたからね。殲滅完了。歓喜の叫び。断章医の未来が開けた。あの、ようやく苦労が報われたわ。よくやってくれた。あ、まだ残ってたんですよね。恥ずかしいやつ。バルガからすごい煙出てるけど、よく耐えれたにょんね。クレストさんがバルガの危険を察知していたようで、おとりとなってくれたんですよ。ナイス。テンペスト妖精。これは、あそこでとっさに攻撃しておとりになれるのはさすがです。私なら間違いなく驚いて逃げてましたからね。二発目。バルガにヘイトが生きてたらテンペストも下手に撃てないし、普通に壊されてたかもしれないわね。一瞬の判断がバルガを救ったのは間違いないです。着弾。今、クレストさん、お見事。断章絵を救うべく修羅とかし、容赦なく打ち込む少佐もさすがです。ありがとう。私では躊躇してた可能性がありますからね。救出のためなら致し方なし。マリサのせいで犠牲者が。この犠牲は私のせいなのか。マリサのわがままにご協力いただけたことに感謝を。ありがとうございます。そして、一番美味しいところをかっさらう断章院に、おめでとうと心の中で囁きつつ、この辺で。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。Yeah!